同じく
第3位、中央大学院短期大学、竹内由選手。第1シード試合より表彰が授与されます。表彰、第3位、明治大学、三好彩子の入場です。日本武道館杯
Thank you.
ご用ください。続きまして、第9回全日本女子学生剣道東西対抗試合の表彰を進みます。優勝、東軍。東軍の大将、福将および三将の選手、西軍の大将、大将の選手はご整列ください。
表彰を行います。代表いたしまして、内原千秀選手、会長より賞状を並びに選ばれ授与されます。賞状を優秀に出した日本体育大学前原千秀のギガドです。
で、今回のですね、その指導士というものを皆さんがですね、どういうことが起こったかということを皆さんで考えてですね、これから二度とそういうことは私たちのところで起こらないということを考えてほしいということがありましてですね、皆さんがこれから大学に戻られて、そこに戻られたらですね、まず最初に部員連でお願いしたいことは、皆さんの方をですね、メールのような、そういう事例とか、そういうことがない、ことして、これから運営していく、県庁の道のことよりは、どうしたらいいかということを、まず徹底的に話をして、話し合いをしてください。そして、そういうことが、一つ起こらないように、この大会で、そういう指導者がないように、ぜひ皆さんで、今後とも努力をしていただきたい。よろしいですか？返事がない。返事をしてください。皆さん、大学に戻ってちゃんと話し合いをして、こういうことが起こらないように話をしてくれますか？はい、よろしいです。だから、ぜひ言葉はお願いします。世の中ですね、やっぱりこの頃、若い人たちの指導者が多いんだけども、やっぱりそれをどうして教えたらいいか、それはですね、これはいいことではありません。君たち自身がそれを直せないなと思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。で、昨日からこの大会のために、審判をお取りいただきました、先輩たちには本当にありがとうございました。また、こうしてですね、立派な大会の運営をしていただきました、大会作品の学生の諸君、大変なお手伝いをしていただいております、学生さん。本当にご苦労様でした。心からお願い申し上げます。また、今日対応していただきました、毎日会に対しては、改めてこれを申し上げたいと思います。明らかにわたり、皆さんのこの大会、ご苦労様でした。以上です。礼。Thank you.